バレーボールロシア男子代表はバレーボールの国際大会で編成されるロシアの男子バレーボールナショナルチーム。本校では1992年以前のソ連と1992年の EUN 連合チームも一緒に扱う。1948年にソビエト連邦として国際バレーボール連盟へ加盟。バレーボールの主要国際大会であるオリンピック、世界選手権、 ワールドカップの第一回大会をすべて制覇し、1960年代から1980年代にかけて男子初の欧州選手権9連覇を達成したソビエト連邦時代は主要国際大会で合計25個の金メダル、5個の銀メダル、9個の銅メダルを獲得し、男子バレー界で圧倒的な強さを誇った。 ソビエト連邦崩壊後の1992年にロシアとして国際バレーボール連盟に加盟し、同年バルセロナオリンピックに EUN 選手団の連合チームとして出場。翌年からロシアナショナルチームとして活動を開始し、1993年ワールドリーグで準優勝を飾った。ロシアになってからは1999年ワールドカップと 2002年ワールドリーグの優勝を2回に甘んじているものの人材の宝庫である自国プロリーグのスーパーリーグから有能な選手を多数輩出しシドニーオリンピック、アテネオリンピック、北京オリンピックで3大会連続メダルを獲得、また他の国際大会でも銀メダル、銅メダルをコンスタントに獲得して表彰台に上っており、強豪国の地位を保っている。 そして2011年ワールドカップバレーボールで金メダルを獲得して1999年ワールドカップバレーボール以来となる三大大会での金メダル獲得をした2012年8月のオリンピックではブラジルに2セットダウンから大逆転勝利を収めソ連時代の1980年以来32年ぶりとなるかねメダルに輝いたありがとうございます